そうです、ね、頼むから遊ばせてくれって言って俺も見たいからですね2枚あったんですか、もしかして。そういうわけでも1枚1枚当てて、もう1人スタッフが並んで、まあスタッフでも向こうはだって週刊誌もね20人30人平気で並んでくる、うちはせいぜい2人か4人ぐらい。いや見てる視点が違うんですよまずペットボトルそうさ、今日のペットボトルがあって僕全然意識してないんですけどね。最初なんかハンカチ持ってったら汗拭いた数とか汗拭いた数とか それで今日は持ってるかどうかとか あんまり関係ないあれですもんね、ペットボトルも最初の頃は国産のペットボトルがエリアになってったからだんだんやる気になってったからすごい全然気にしてないんですけどね全く気にしてなかったんですけどいやそれね、ぜひやってくれって超適当でしたよ、それは。ああ、いやいや、それでいいんですよ。その弁護士事務所の人が勝手に用意してくれてた、ダメなの。そうなんですよ。すごいなんかお会いできて怖いです。いやいや、会いそうで会えなかったんだ僕はなんかずっと前から劇団みたいな。ああ、それはありがとうございます。昔から。でももう相当前からやってますよね。僕は学生の頃からだったから。やってますよね、多分20年以上20年ぐらいは行ってると思います。ですよね。行ってると思いますね。40年代からですから、20年。ああ、4分の1世紀っていうのあの取材して、ね、言われてびっくりするぐらいなんで。14、5年ぐらいからですもんね。そうですね。いや、だから、よくこんな子育て大変かとか。ああ、江頭とか。ああ、と思ったんだけど。まあ、江頭さんはね、有名ですから、あれですけど。裁判で来るか。ああ、いや、あいつ、だから最初に、まあもうご存知かもしれないですけど、ね、あのオウムの裁判の時に、はい、とにかく並んで、オウムの裁判からやられてたんですか。そうそうそう。あ、そうなんですか。で最後にあの、わーって集まった時はさすが無理で、はい、1万2000人ですからね。そうそう、1万2000人で日比谷公園で並んでたんで、無理で、やっぱだ徐々に空いてくるんで、はい、で、あいつ当て出して、当て出して、はい、そしたらあいつが、なんだろう、たまたまあの今ねスカート履いて、うん、こういうなんかまあちょっと異端な感じですけど、当時はまだ新人だったんで、はい、坊主頭に、はい、ポロの黄色のジャージだったんですよ、はい、上下ポロポロって書いてあるブランドのポロって書いてある黄色のジャージ黄色のポロのスウェットですね、はい、なかなか手に入らないんですよバッタ屋で、この頃はないだろうって言って行ったら、信者だと思われてものすごいボディチェック俺が言ってた。髪はなかったんですか。いや、もう坊主だったんですよ。あ、そうか、坊主だったから。ツルツル坊主。ツルツル坊主だ。それでちょっとヒゲなんか怪しいってるな、だからもう未だに怪しいですもんね。そうそう、未だに怪しい。いや、僕はそのオウムの裁判とか全然興味なかったんで知らなかったんですけど、うん、その僕の裁判に何か変な人が来てるっていう話で、なんで知ったのかな。こっちはそれどころじゃないんですよ。それどころじゃないんですけど、すごい気になるんですよね。あの人はどう思ってるのか。大事なんですよね。世の中のこう流れとかすごい大事で、こっちは必死ですから。第1回公判の時とかも。すごい必死で、相当叩かれてましたから、第1回の時なんか特に叩かれてて、僕ホテルに泊まってたんですよね。ホテルから直接来て、いや、ホリモンがバーって車でいなくなった後に、はい、報道のカメラが全員朝の場に集まって記者会見状態になったのがめちゃくちゃ面白かったですけどね。中で傍聴してたから。そう。ああ。でも多分彼が見てるところってそういう人ばっかりですよ。そうなんですね。内容とかじゃないですもんね。あれ生で見られたんですよね。生で見てますよ。はい、生で1回だけ、1回だけ。23回の後半の1回だけですね。あの3人面白くないですか、検事の。最高だな。最高だな。23回って被告人質問ですかね。被告人質問ですよ。あのだから CEO についての。あで裁判長が
最高、最高、そう、業、うん、業、そう、CEO が、その、経営最高責任者ですね。あ、最高経営責任者って普通言うんですけどね、そう、どっちでしょうみたいな。野村証券のホームページでは、経営最高経営者って書いてあったんだよ。で、あそこ後で確かめたら、そんなこと書いてない。書いてない。書いてなくて、最高経営者。ああ、それ普通そうだって最高経営責任者って言いますよ。だからなんで経営最高責任者って言ってんだろうって思って、記憶しないです。ではそういうの突っ込んだら、なんか、怒るんですよ、結構。それ怒るところじゃないだろうと。結構でもそういうところで怒るんですよ。へぇー。あの人たちはすごい、面白いんですよ、3人って。ね、頭のいい羞恥心みたいな感じ。